おはようございます。えー、今日の話は人生を導く先鉄の言葉というイエイオダサトルさんのお本の中から「死体失血とは」という話です。えーえー、と真の時代の末期のですね政治家総国藩ですね。これは死体失血という言葉を残しています。失、ま、血、あ、というのはですね、えー、ま血、あ、漬としていうというあんまり意味のない。 話なんですけども死対四つのことに耐える四つのことをしないということですね。霊に耐え苦に耐え反に耐え寛に耐えそして激せず騒がず競わず従わずもって大事をなすべしという話この意味ですね。霊に耐えるというのは霊は冷ややかな目を表して冷たい仕打ちや誤解に耐えるということ苦に耐えるというのは文字通り苦しいことに耐えること。 藩に耐えるというのは、ですね、煩らしいこと、忙しいことに耐えること、藩に耐えるというのは、暇なことに耐えること、まあ、この4つのことに耐える、そしてこれらのことに対して耐えて、ですね、つまらないことに腹を立てず、物事がうまく運んでも調子に乗らず、余計な競争をせず、かといって何でも言いなりになってはいけない、まあ、いわゆる従わずですね、という戒めなんですね。でまあ、昔の偉人はですね、牢にに、つながれることに という逆境に耐えて大をした人もいっぱいいます。鑑真もそうですし吉田松陰西郷隆盛もそうですね。で仏教における苦とはですね単に苦しいということではなくて思い通りにならないことを言うんですね。で「宿、まあ、八苦」と言います苦をですね。宿というのは生老病死死んでいく苦しみ病気の苦しみ老いの苦しみ生きる苦しみ。 で「ハック」というのは、まあ、この4つの句なんですけれども、えー、心身を思うようにコントロールできない苦しみ親しい人といつか、えー、別れなければならない、まあ、これ愛別陸と言いますね、えー、憎しみやあ恨みを抱いてしまおう,、えー、という人とそういう人と会わなければならない苦しみお金や地位や名誉などを求めるものが手に入らない、えー、苦しみ。 まあこういう宿泊があると、で小林正官さんはですね、耐えるとは言わないんですね、耐えるんではなくて、受け入れると、まあ、確かにこの方がですね、現代ではしっくりくると思います、それは思い通りにしようとしないことであると、何でも自分の思い通りにし,しようとするから苦しくなる、そして人生のほとんどのことを思い通りにならないんですね、清官、えーまあ、さんは、ですね、ああ、そうなりましたか、ああそう起きましたかと,と言って、淡々として受け入れる。 まあこれがですね、まあ今昔の言う耐えるということだと私は思います。じゃあ今日これで終わります。